はい、パート24やるぜはい、パート24やりましょうかねねはい、操舵室ですね、前のイベントで手に入れた宝の地図を持ってるとこの新しいイベントのところに行くと宝があるぞみたいな感じでイベントが進むということで、で次のマスがどこかな、ですね、南南西にあるんですよ。なのでまず南、海はいいね、海産物パラダイス、いやそりゃそうだろうっていう、そりゃそうだろう、海はいいね、ウリリンウリリリリン、敵襲だ、倒してきてくれ、 なんで俺まあ俺の責任か。敵襲って何？ボスの BGM だけど。はい。倒しました。倒してきたぞ。海の男なら出て行けよ、お前。こっから西。海はいいね。すっきりスカッと。ん？あそこに見えるのは。旦那、お頭がお呼びです。なんで俺を、まあ海の男だからな、俺も。海賊の間じゃちと有名なフィーグ雪原についたんだ。どうやって寒そうだけどな。ここにはなんか宝が眠ってるとか眠ってないとかという噂があったりなかったりする。ファジーレアス。ファジー行動。投げにも打撃にも勝てる。どうだよ、わけえの。ペンギンどもと一緒に行ってくれねえかい。いいですよ。よっしゃ、お前の男がいいぜ。お前散々見せてきたじゃないか、今まで。何を見てきたんだ、お前。これ、南国のペンギンだからな。寒いの苦手なのかな。退化しちゃったのかな。勘弁してください。シュウさん殿、なんだよこれ、何をしに来たんだ、もうダメっす。雪原の妖精、前回のイベントナクラートスの、まあ、ちょっと続きじゃないけど、ちゃんと妖精はいるんですよね。ここにもね、いましたね、妖精。私は妖精フィオレンティナ、第一回の下級な雪の妖精。怪異っていうのがね、この雪原にはあるらしいんですよね、妖精の中でも。妖精の秘宝は、第七怪異妖精、エアラングが持ってるわ。だけど普通の人に見えるのは、私みたいな怪異の妖精だけ。おまじないをすれば別だけど。やってあげようか。第二怪異の妖精が見えるようになるおまじない。やってくれ。おまじないレベル2。親切な妖精を探さないとせっかくのおまじないを交代させられるわよ。とりあえずはパイロエータには気をつけてね。彼女不親切なの。ここの雪原の妖精のイベントでは、第7回までこのおまじないレベルを上げると。ただ間違った妖精に話しかけちゃうと、レベルを下げられちゃうんで、まあ、それを避けつつヒントもらいつつも、どんどんおまじないレベルを上げていくっていうイベントですね。この妖精の見え方って、なんか実際は頭の中に直接映ってるらしくて、人によって見え方は様々らしいんですけどね。妖精ってこう結構不思議な存在なんですよね、この世界にとっては。ナクラートス雪男化する必要なかったんじゃない？あんな脳筋な解決方法しなくてもすぐ見つけたけど、妖精。捕まえようと必死すぎると見えないんだろうな、妖精は。いたな。あ、ペットもいるけど。こいつは違うから。こいつペットだから。こいつだね。あら、私の姿が見えるのね。私は妖精、マルバレスタ。マルバレスタ。第二回の雪の妖精よ。マルバレだぞ。フィオレンティナはあなたが妖精の秘宝を手に入れられるのかどうか。試してるのね。ほう。俺を試すとは。
てえやつだな。ふふふ、面白そうね。私もおまじないしてあげる。はい。ああ、ちゃんと上がるとレベル3。エルナータは第2回だけど第4回の妖精が見えるんで、なるおまじないが使えるわ。わあ、2匹いるじゃん。どっちだ。私は第2回のエルナータ。あ、さっき言ってたじゃん。あなたの妖精主力レベルが2の時、私が役に立つんです。あ、俺今3か。すいませんね。私はルシーニー。あなたの今の妖精主力はレベル3。おまじないしましょうか。はい。お、う、シルバネラはパイロエータ、エルキンはマルバレスさんの近くにいると。あ、めちゃくちゃ増えてる。見えるようになってるな。4人いるように見えるけど、もう一人やってる。私の名前は秘密です。カイは4位よ。うふふ。うん。あ、今5ですか。じゃあ私の名前はチルだ。カイは5位よ。お願いします。じゃあラクラレシを探すのよ。4回妖精と5回妖精それぞれ1人がそばにいるわ。いるね。私はクイーン。第4回の雪の妖精です。私は第5回のアルシオネ。覚えておいてね。はい。じゃあこいつか。もう私の名前は内緒なの。それでもよければおまじないするわ。さっき言ってたよね、第4と第5が近くにいるって。これでしょう、この子です。来た、名前来たぞ。エアラングを探しなさい。エアラング。あ、そういうこと。みんながあなたにおまじないをかけたのは最後にあなたが失敗する姿を見るためなの。意地悪。話しかけちゃダメ。エアラングを一発で見つけないといけないということですね。エアラングはここのマップの左下にいると。こいつか、君ですか。おめでとう、私がエアラング。ありがとうございます。これ間違えると7から6にまで下げられるんだったかな、確か。私たちのいたずらに付き合ってくれてありがとう。素直。これをあげる。ドラウプニル、ありがとうございます。もらったこの秘宝の効果が、装備すると敵が落とす力が増えるっていう。まあ妖精の秘宝ではないんだけど、まあ、ありがたいもんですね。装備できないけど。海の男、ありがとう。カニですね。つまらんもんだが、カニの気持ちにもなってくれ。つまらんものと言われるカニの気持ちにもなってくれ。雪原の妖精終わり。白い妖精ちゃん、白い恋人みたいな。妖精は見えたり見えなかったりするらしい。見えないことの方が多いらしい。見えないものが見えるって夢と同じなのかもしれない。夢ってのは見えてるものなんだか見えてないものなんだか。何ですかこれ。スリーピースバンドの歌詞ですか。さあ、またやってきました、ここに。最後ですね、これようやく。虫ですな。北西西でいいのこれ。北西西で来たと。海はいいね。嫌なことは全部忘れる。ん？あそこに見えるのは。ザ、旦那。お前らだけで解決できんか。お前らどうやって生活してんの。海賊の愛情じゃ地と有名な南海の砂浜についてたよ。南海、ここには宝が眠ってるとか眠ってないとか。おお、綺麗。おお、その後者の噂を俺は信じよう。たまらんでやんすね。どうだいわけえの。ペンギンってことでしょ。
何階の砂浜に行ってくれねえかい。断る理由がないな。よっしゃ、前の男気男気以外のものも見せるそうです。ブニョしかいねえじゃん。遅かったでやんす。アナグマが先に嗅ぎつけて海岸は穴掘り団だらけっす。知った頭を使えや。アナグマにだって欲はある。つけ込む隙はあるだろう。おかしら悪いやつでやんす。理解する前に行動するのが発信は信条。大丈夫か。とにかくやってみてやんす。うざ。南海の砂浜見ての通りだ俺の見た感じではアナグマは金で動かせる。本当かよ。軍資金のホロニック金貨だ。15枚で何とかしてくれ。資金がそこについたら無理はせずにさっさと切り上げることだ。この金貨を元手にアナグマたちを買収していくという、まあ、そういうイベントですね。あ、いるじゃない。アナグマうざいでやつシンプルすぎるだろ。アナグマうざいでやつ見てるな。グマ、ちょっと待って、これこいつらアナグマうざいでやつ。これを買収しないといけないのか。金貨で。わかった。このね、間違えたやつに金貨渡すと解いてくれないんだよね。クイフテーションで、これ3番目のこいつ真ん中のやつ別にあげるとありがとうグマ、それが正解だと。アナグマうざいってやつ。お前ら行動せい。ちょっとは高校生のバイト初日みたいなことを言ってるけど、いますね。めちゃくちゃいるな。アナグマうざいってやつマジで愚痴しか言わねえこいつください。グマ、金貨あげよう。グマ、桜貝の小瓶をもらった。このマップのアナグマくんはね、グマ何もくれねえあれ、やばいやばい、こいつ何もくれなかったでしょ。ギョゲもう一個、もう一個ちょうだい。これ数は表示されてないですけど、ちょっと溜まっていくんで、でこの子に小瓶をあげる。そうすると毒と。でこれ1個余分に桜貝の小瓶をもらっておくのが、まあ、肝ですね。後で使うんで。いるな。このアナグマたちにさっきの桜貝の小瓶を渡すとプカシェルがもらえると。で見分け方なんですけど。この左右にしか動いてないアナグマいるじゃないですか。こいつに桜貝の小瓶をあげるとグマプカシェルがもらえますね。こいつらはあの上縦に動くやつは外れというか何もくれないやつなんですよね。アナグマうざいよそんなこと言ってやるな、聞こえるぞマジで。でこいつにプカシェルをあげる。これで OK ですね。おー、いる。最後はプカシェルを渡さないといけないんだな。こいつにじゃあまず金貨をあげてグマー小瓶をもらい、そして左右に動いている、あらがざいやつ聞こえるぞ、もらえなくなるだろう。小瓶をあげてプカシェルをもらい、そしてこいつはプカシェルが好きなのでプカシェルをあげる。これでいけるようになると。はい、来ました、宝だ。やった。待てい、ご奉仕する肉体が来た。来てしまったか。はい、どうぞ。ぐわちょっと待て、なんだお前ら、やめろさすが海の男、そういうことだったでやんすか。よくやってくれた。
バーン船長の読み通りでした。買収できました。ありがとう。余った金貨は私がいただきましたよ。つまらんもん。かわいそうだろ。つまらんものをくれたな、マジで。南海の砂浜終わり。まあ、これで海賊団 VS あの堀団も全部終わりということですね。あぶくぜに。あぶくぜ。お金で穴熊を買収して宝を手に入れたり入れなかったりしたらしい。入れたわ。一発の冒険者はいろんな手を使うものだな。にやり。4枚ぐらい金貨余ってっから、サボテンくんにもあげよう。ああ、モテねえしよ。バイトもうまくいかねえし。こんな日は、カニを潰して。ああ、うさばらしだ。ああ、すっきりした。いやあ、カニ潰すっていいもんだね。あということでね、バドくんがヤムチャみたいなポーズで倒れてますんで、これポルポタ出した時からこうだったんですよ、実は。この体勢で年越したんですけど、バド君は。じゃ、これをやりますか。ついにね。おい、ちょっと待って。ああ。びっくりした、急に。バド、大丈夫？どうしたの？バド君。うるさいな。ちょっとフラットしただけだろ。あれ、ベッドで寝かせてもらえな。冒険は無理だわ。大丈夫さ。じきり治るさ。無理するな。でも冒険はまた今度ね。最近インフル流行ってっから、無理すんなよ。寝ちゃった。バド具合が悪いみたい。どうすれば治るんだろう。フルーツ占いのお姉さんに聞いてみればいいのかしら。ヒントくれるね。メイメイさん、あんたチャボってんだろ。はいはいはい、そうです。うちのバドが大変なんです。おいでなー。いました。ん？マンゴー？みかん？うん、これは病気の子供はサボテンが助けます。サボテンでもすりつぶして飲ませようってことでしょうかね。ちょうど家に一匹サボテンがいるから、まあ、それすりつぶすか。じゃあ動いてないんで大丈夫でしょう。2階のサボテンが歩いてどっかに行っちゃったよ。すりつぶそう、サボテン。すりつぶされるの恐れたか。サボテンどこに行ったのかしら。一緒に探しましょう。じゃあ行く、一緒に。グッドですね。で、サボテンくんがいないんですけど、何か紙切れを見つけた。読んでみましょう。ガイアに会って薬の作り方を聞いてきます。動けたのか。ガイア来なかったですか。緑の生き物ゆーぐくつく来なかったですか。ゆーぐ、先ほど君の友人のサボテンが薬の調合法について聞いていったよ。薬やまじないに関してはシルキーに聞けば解決するだろうと伝えておいて。私悲しくても、わしも生まれてこの方もうあれこれ800億年この場で金縛り状態じゃ。だってあなた岩だもん。岩はいつでも金縛り、しかし何も怖くないぜ。いや、だから岩だから。やっぱいいです。さよなら。さよなら。あなたもいずれ岩になればわかるでしょう。絶対嫌だ。確かに嫌だな。ということでした。シルキーは森におります。シルキー僕の名前エモニューか。すまん。あはははは、こっちか。私はシルキー。こんにちは。こんにちは。今サボテンくんが来てたよ。
何でも知り合いの魔法使いが病気になったんだって。でも症状を聞いたら魔法を使ってる子にはよくある病気みたいだったわね。ブラウニーって子が最近その病気にかかってもう治したっていう話をしてあげたわ。ブラウニーに会いに行けと。来たー。はよい。今日休みなんですね。久しぶりね、ディル。久しぶりですね、コロナさん。会話があるんだよな。この辺好きなんだ。久しぶりね、パプリカ。いやあ、その人が君のマスター。結構ナイスでしょ。マスターって呼ばれる。で、こいつがブラウニーなんですよね、確か。さっきサボテンが来てたよ。僕のかかってた病気についていろいろ聞いていったんだ。魔法使いは必ずかかる病気さ。海賊の着付け薬で簡単に治せるんだ。僕はそれをデイビッドから分けても、あ、デイビッド。学校は好きです。久しぶりね、ブラウニー。時間の感覚がもう、わからない。重症だぞ。ずっと学校にいるから。デイビッド。サボテン来たでやんす。着付け薬を欲しがってたんで、くれでやったでやんす。お帰りはアマレットちゃんに任せたんだけど、ちゃんと帰れたかどうか謎でやんす。サボテンをアマレットに渡したってことか。あの、アマレットちゃんって、郵便ペリカンですね。ミニがお届けってやつ。いたな。サボテンくんは痛いの痛いの。それはな、持つとな。お口に入れるとチクチク。口に入れて運んだの。だけど、ミーの仕事は郵便配達。捨てずにポストへ配達完了。ということで、ちゃんと運んだらしいです。こいつ曰く。こいつはまあ仕事できるやつだからね。きちんと運んでくれたでしょう。仕事ができすぎるペリカン。ペリコー。ということで、マイホームに戻ると。そうすると、薬を持ってきたサボテンくんが、いましたね。写真撮りたいな、ここで。記念写真撮ろう、二人。ここで記念写真です。パシャ。お無事捕獲しました。しおれて。お薬、見つけた。きれい。喋ったサボテン終わり。おお、元気になってる。喋ってたじゃないか、さっき。僕も冒険したくなった。心躍る冒険だった。実に様々な出会いがあった。草むしくん、タコむしくん。僕に笑顔で答えてくれた。世界を救った気がした。気がしただけで十分。サボテンが可愛いな。かば。いたたたたたた。チクチクする。ざっくり1分間聖剣 LOM 解説。今回はこの世界の信仰について。この世界では多くの人が常識的に精霊を信仰しています。大きな木があれば横切るときに一礼をし、大地に隙を入れるときは精霊に一言を祈る。この精霊信仰を基礎として時代が進むにつれて様々な信仰が出てきました。ドミナ町にある教会は妖精戦争時代に建てられまして、名前をマナの女神の教会と言いますね。ドミナ町だけではなくいろんな町に建っています。この教会自体は女神のために戦った殉死者の霊を慰める目的で建てられました。このマナの女神の教会はマナの力を乱用することを認めておらず、魔法学校の存在を嫌っているんですね。その理由としては、信仰を深めれば必ず女神によって奇跡は起こるため、精霊の力を借りて奇跡の真似事をするのはけしからんという思想があるようですね。さらに他の信仰としては、ガトにある癒しの寺院など妖精戦争前から存在する信仰もありますが、戦争が終わって近年変わり者としてアナホリダンを代表とする多様な信仰が出てきました。アナホリダンは平和な世の中になってから出てきた信仰のようなものですね。ポンゴがアナグマを連れてウルカン鉱山にアジトを築いたのは15年前のことです。
一儲けしようと意気込んできたのはいいものの、めぼしい収穫はなくて、食うや食わずの生活が4年以上も続いたそうなんですね。ですがそんな中でもカエルのプッツィだけはその辺の骨を掘り出して満足そうにしていたと。それを見たコンゴは、人間などはなんてダメな存在なのだろうか、かの大地を愛するお犬様のなんと恵まれていることか、そんな思いにとらわれたそうなんですね。そして空腹に耐えかね、プッツィから骨をもらった時にプッツィに神聖を見出し崇拝するようになります。そして大地の中にこそ真理があると考えるようになり、穴掘り団を作ったそうです。穴掘り職人であった穴熊たちも無理やりそれに付き合わされる形で穴掘り団という宗教団体が出来上がりました。かなりユニークな成り立ちではあるんですけども、このコンゴのように新しい信仰の動きもこの世界には生まれつつあるんですね。というところで今回これぐらい、また次回もよろしくお願いします。